さんこんにちは。課題曲 4番クローバーグラウンドです。よろしくお願いします。さっきこの前半の 時作曲者の方いらしてて、この楽曲はですね、スコアを見る限りとってもこだわりがあって、作曲者のこだわりがとてもこの短い時間の中に、3分半ぐらいの曲なんですけど、すごく詰まっていて、で今日はどういう方なのかなと思って楽しみにしてたんですけど、鹿島さん、結構僕大きくて屋台のいいとかと思ってたら、実は結構華奢な方だったので、ちょっと拍子入れだったんですけど、でもやっぱりこだわりがすごくあるみたいで、たださっき安秀先生もおっしゃってたんですけど、普通 の一般の作品として捉えるっていうのと、やっぱりそのコンクールの課題曲として捉えるっていうのと、ちょっとそこら辺に必ずしも一致しない部分があるというか、あると思うんです。で、これやっぱりコンクールの課題曲なので、どう評価されるかっていう、そこが一つ、コンクールでなければ評価とかどうでもいいんで、自分たちがやりたいものをやればいいんですけど、そのコンクールという部分で、どういうふうに組み立てればいいかというのをちょっと説明しながら進めたいと思います。オーケストラはブルータイウィンガーさん。でまず曲の構成ですけども、この曲は前奏 A までが前奏なんです。で、前奏4小節のマーチだったり、スーザランが非常に短い前奏ですぐに第1マーチに入るんですけど、この曲は前奏が6小節あります、ね、で A からが第1マーチで、これは通常通り8小節となります。で B に入ると今度はオーケストレーションがちょっと変わってフルートが入っています。それから C が、第2マーチで、これ4小節力強いところがあって、その次に D に入るとすぐに表情が変わって、優しいところになります。これが何小節、6小節か。この C から E までが第2マーチ A、B という感じなんですけど、で、E が第1マーチの再現、それから、F のところが計画、経過的なところなんですけど、ここで転調していきます。それで先ほども作曲者の先生からあったんですけど、Sドゥアで始まって通常はアスドゥアに転調するところをさらにデスドゥアに行ってるっていうところがこの曲の非常に面白いところで、F から G までのこのまたぎ方なんですけど、ここが結構難しい。で G がトリオのですよね。でこれがここも非常にユニークで、通常 4-4 とかっていうところなんですけど、これは11小節のフレーズになってます。 G から H までが11小節フレーズという、それが2回、そして I のところでもう一度ブリッジが出てきて、ここでまた転調が経過していきます。それで、J で、トリオのメロディーで、僕はこのちょっとグランディオーソ的なこの場面なのかなと思ったんですけど、先ほど作曲者の方からはここは割と子供の合奏ということだったので、割とチャーミングなところ、あえてグランディオーソという指示が取りましたということだったので、でございます。そして L からがコーダー、
集結なんですというような、あ、 M からのコードとなります。じゃあちょっと前半やってみますか。一番最初からトランペットとトロンボーン、それから途中にその主旋律が絡んでくる方、木管の方は3小節目のところだけ、加わっていただいて、内声の方も一緒に行ってください。お願いします。一番最初ちょっとゆっくり行きます。はい、1、2、5。主旋律のラインなんですけども、一番最初の1小節目、内声が入ってます。それで、トランペットは1番2番が外声のラインで、3番トランペットが内声のラインになってるんですけど、トロンボーンは必ずしもそういうふうになっていなくて、トロンボーンは2番トロンボーンが外声なんですね。一番主になるように来ていて、でファーストトロンボーンは実はこれは、ハモリの方をやってるんです、ね、それでじゃあこのままずっとハモリかなと思ったら、2小節目に入ったら今度ファーストトロンボーンの方にその主の旋律の成分がこっちに来てるんですよね。でトロンボーンの2番は今度内声になって F ドアの第3音をやってます。だからこの辺を何も考えずに吹いてしまうと、非常にこうハーモニーのバランスが悪くなってしまうので、その役割をうまく感じながらやっていただければいいんじゃないかなと思います。それで、3小節目に入ると、そこのメロディーにさらに木管楽器が加わってきます。で後で説明しますけど、この曲は木管楽器にはスラーが書いてあるんだけど、金管楽器にはスラーがついていない。同じメロディー、同じモチーフをやっているのに、アーティキュレーションが違っていると、違うように書いてあるっていうのがこの曲の一つの、非常に特徴的なところなんです。それで基本的にはそのスラーの方はよりスラーに滑らかに、それから、スラーがついてない方は、よりそのスラーがついてないのを強調する、こう離していくっていうんですかね、それを近づけるんじゃなくて離していくっていうやり方と、じゃあそれをあえて近づけてみよう、スラーの方に近づけてみようとか、そのスラーが切れてる方に近づけてみようとかっていう、そういうのをそれぞれの団体で試しているという、それがここのまず3小節目に出てきているんですよ。でポイントは今聞いててお分かりだと思うんですけど、4小節目に入るとトロンボーンがメロディーのラインからいなくなりますので、
ていうことはトランペットだけになるんですよね、この4小節目が。なのでここは気をつけないとトランペットのラインが埋もれてしまいやすい。もっと言うとトロンボーンがそのまま3小節間の感じで4小節目のシンコペーションをまんまって吹いてしまうとさらに、まずい状況が発生してしまうということなので、ここのトロンボーンのシンコペーションは一度少し軽めにして音量を、それからクレッシェンドするようにしていく方がいいと思います。それから、これもちょっと特徴的ですけど、その後第一マーチから、A の4小節目ですかね、トロンボーンのここのリズムも結構特徴的で、パッ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 っていうんですね。ここは低音とも合体するし、メロディーとも合体してますので、これやここがうまく揃うといいんじゃないかなと思います。それから B の1小節前、ちょっとやってみますか、これピックロと振ると嫌なとこなんだけど、ちょっとやっていい、ブロッケンと。B の1小節前で。はい、スイッフォーとなりやすいんです。チャカ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 チャンってなりやすいので、ちゃんと全部音が並ぶように、特にごめんね、いきなりやって許して、下がった音、4つ目の音がちゃんと、じゃあゆっくりね。それからフルートの2番、音が途中ないですよね。あれ、こっちかないとこありますよ、休符が入ってるとこありますよ。この辺がちょっとうまくね、バランスが取れる。ちょっとゆっくりね。はい、スリー、フォー。これがちょっとね、バタバタっとなりやすいんです。で、しかもここに、その裏側の方にティンパニーが、打ち込みが入っていて、そう、ここら辺のこのまたぐ、フレーズをまたぐところがうまく整理できるという意味になる。いいよ、そんな感じ。じゃあそう、さっきのやつちょっとやってみますか。じゃあ19小節目 C の4小節前、木管の方はスラーがついてるんで、ちょっとスラーで さっき聞いてなかったことあるんで、いきますね。あとまず木管の方が、はい、ワンで、こっちはスラーがついてます。はい、じゃあもう一つのグループ、トランペットのグループ、はい、ワン、デッ。一緒に行きますか。一緒に。はい、ワン、デッ。というふうになってるんですけど、まあその、コンクールっていう観点で言うと、その、なんていうんですか、整ってるとか、揃っているとか、合っているとか、っていうところを結構審査員に聞いてるかなと思うんですけど、どうでしょう。だからこれ、楽譜がちゃんと分かってる人が聞けば、あ、こういう風になってんだなって分かるんだけど、そうじゃない審査員に聞いたときに、なんか、ロッパーとクラブの付け方違うじゃん。というふうに、まあ、なりかねない、ちょっとこう、ばらけた印象に ならないかなというのがちょっと心配なんですけど、なので、まあ、工夫の余地があるんじゃないかなというふうに思います。ちょっとじゃあ、最初からやってみますか、ここまで。第2マーチぐらいまでいきましょうか。お願いします。アイデアありますよ、プレイヤー的に。
さらうだけってわけ。ピッコロさん的に音結構高いですよね。あとグロッケンも一緒にやってるので音程のこともあるんですよね。これはだから一緒に練習しとくっていうぐらいしか持ってない。ここまで何か質問ございますか。区分けでいきましょう。こんな感じで先に言っていい？反応がないね。じゃあ第2マーチからいきましょうか。トリオまで第2マーチです。あとここ、ここ説明します。 C のとこなんですけど、トロンボーンとかメロディーバンバンバンビンバンビンバンってやってますよね。でここの打楽器見ていただきたいんですけど、非常に凝って書いてあるんですけどね、ちょっとやってみますか。じゃあね、バスドラムとシンバルだけいきましょうか。 C からね、バスドラムとシンバル、はい、C。なんか気がつきました？気がついた方、打楽器の子たち、なんか気がついた？あの C の3小節目のところが実はメロディーとシン、あ、C のところがメロディーとシンクロしていて、パン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 、ドゥッタンパティーンってところがシンコペーションのところがシンクロしてますよね。気がつきました？これなかなか珍しいんですけど、こういうふうに書くね。で、その次は、その次の3小節目も同じですね。パン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 パパンというところ。で、一番最後、4小節目の4拍目は、スネアも合わせてアクセントがついている。ここで決めです。というふうに書く。ちょっとじゃあメロディーとバスドラムとシンバルいきましょうか。C から。こっちの、こっちの低音のメロディーの方。アフタフトです。はい、ワン、テル。これがうまくシンクロするように。では皆さんで C のアフタクトからいきましょう。S のところをちょっといきますかね。S、 ここは経過的なところなんですけども、非常に混み合ってますよね、ラグフが。まずアーフタクトからの低音のグループやります。それからその次に、フルート、それからオーボエ、それからクラリネット、トランペットのリズムがあります。パンパパッパーンというリズムがあります。そのグループ。それと今度サックスとホルンのグループ。パンパンパンパーンというグループがあります。この3つのグループが混在しているので、ここがとっても、しかもハモってるし。ちょっと一つずつやってみますかね。F のアフタクトは、じゃあ低音の方、パン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 の方、はい、1という、これが第1グループ。次のグループの方、トランペットと
フルートとか、あの、のかクラリネット。F ちょうどかな。という感じ。はい、次のグループ、サックスとホルンのグループです。ちょっと弱いね。もうちょっと吹いた方がいいんじゃないかな。特に最初の音、ヤンパンパンパンって。それからハーモニーになっているので、デスドゥア、最初がデスドゥアで次がセイドゥアで取っていただいていいみたいな。そっちはそっちで合わせて。もう一回だけいきますか、じゃあ。割とはっきり。はい、これが絡んでるんですよね。それで、合わせにくいんです、とっても。なので、そういう時は、長い音符を省略して練習する。これ、この間練習したんです、実は。じゃあ長い音符は伸ばさずに今の絡みだけちょっとやってもらっていいですか。 F のアフト。じゃあ皆さん、あ、パーカッションまだいいです。はい、ワン、ツー。これがなかなかこうスッと絡まないので、そういう時はこういう練習をするといいので、しかもですね、ここにティンパニーの打ち込みが入っているんですよ、4拍目に。じゃあちょっと今そこにティンパニーの打ち込みを入れてやってみますか。じゃあもう一度いきましょうか。いきますね。はい、なるといいと思います。じゃあ打楽器の方も全員入っていただいて、皆さんで伸ばしの音も入れていただいてお願いします。46までで結構ですので、となっています。ここはちょっとややこしいところ。次46からのところ行きましょうか。ちょっとゆっくりやってみますね。F の5小節目かな。ゆっくりいきます。皆さんで。ワン、ツー、スリー、フォー。わかりました。ちょっと最初の、小節の最初の音符を、ちょっとロングトーンしながら進んでもらっていいですか。いいですか。もう一回46から、皆さんでロングトーンでお願いします。はい、どうぞ。分かりました。半音ずつ上がっていってるのが分かりますよね。F ドゥア、ゲスドゥア、ゲドゥアで、アスドゥアで、本当はここで、ここの調がトリオになるはずなんだけど、そこからさらにデスドゥアに飛んでいるという。ここのところがうまいことまたげるというんですけど、ちょっともう一回やってみますか、じゃあ。もう一回いきますね。はい、どう。じゃあ楽譜通りいきますか。楽譜通り今のこう進行の感じが、だから当然クレッシェント書いてませんけど、小節ごとにこうテンションがやっぱり上がっていくっていう、その感じが出るというか。なので、その最初のところはトランペットがここきついんですよね。最初のところ少し軽めでいいので、そこからちょっと上にテンションを持っていってあげてください。じゃあいきますね。46からね、ちょっとゆっくりめに響きで、はい、シー。
それから、もう一つ、さっきから言ってるそのメロディーの外性のラインっていうところで言うと、F のもう小説名ちょっと見ていただきたいんですけど、主旋律のラインというのはトランペットとトロンボーン、それからスネアのラインですよね。それにクラリネットがちょっと補強でパッ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 っていうのが入ってるんですけど、これ一応メロディーのラインだと思っていただいて、でちょっと見ていただくスコア見ていただくと分かると思うんですけど、一番外声っていうのはトランペットの一番しかないんですよね、最初のところ。それとクラリネットのその短いところだけで、トリオの直前、2小節前の最後のところで、本当は FFF、ゼー F、ゲスゲスゲス、デスゲス、ゲーゲーゲーデーで、外線のラインはゲーゲーアス、このゲーゲーアスってところがラインなんですけど、トランペットはこの上の音が書いてありません、高い方は。で、その代わりにクラリネットとかフルートとかオーボエの方の高い楽器、木管楽器の方に書いてあるのと、あと3番トランペットとトロンボーンの3番トロンボーンにゲーゲーアスという外線のライン、こっちの方に移行してますので、ここがうまくラインがつながるようにするといいのではないかと。なので今言ったラインの方はちょっとうまくバランスを取ってやってください。それから、じゃあ G のところ行きますね、トリオね。ここが非常に難しいところなんですけど、ホルンの方、それからトロンボーン、それからユーフォニアムの方、トリオのアフタクトから。分かりました。これもちょっとベルトン風になっていて、絡んでるんですよね。これがうまく絡みながら、しかも難しいのはデクレッシェンドが書いてある。ここでちょっとアンサンブルが崩れやすいのと、あとテンポがここで緩みやすい。ここはちょっと注意しましょう。ちょっとアンサンブル、じゃあね、さっきと同じようにちょっと切ってやってみてください。パッ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 ピッパッパッと切ってスタッカートだ。じゃあいきます。今の方々。ワン、ツー、スリー。絡まないでしょ。UFO 持つな。もう一回。はい、1、2、3、そう、どこ絡んでるんですよね。このリズムがうまいことこの場所が絡むようにしてる。じゃあ今度はスラ、長い音、長い音、今の場所をうっかり遅れてしまわないように。ワン、ツー、はい、おー、素晴らしいという感じです。はい、じゃあ G からメロディーいってみましょう。トリオのメロディー、説明すみません。なんとバリトンサックスにメロディーが入っています。バリトンサックスの皆さん、よかったですね。メロディーですよ。反応がない。で、なんですけど、実はこのアーフタクトの音符だけバリトンサックスだけオクターブ下をやっていて、この音域バリトンしかいないんですけど、で、上がりますよね。上がりますよね。テナーとユニゾンじゃないんですよ。このアーフタクトだけユニゾンじゃないっていう。それで H に入ると今度サックスが、バリトンサックスとテナーサックスが抜けます、メロディーから。で、このでその代わりフルートが入ってる。だからこの重心の違いみたいなのがここは出るといいんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとメロディーやってみますか。じゃあもう一回ね、 G で、はい、ワン、ツー、スリー。
となっています。で、一箇所だけ、一番最初のところのアーティクレーションフレージングなんですけど、 G のところリアラリララリ、その次切れてますよね。リララリラリラ、切れてませんよね。ここでまたいでますよね、スラで。ここをちょっと見落とさないようにフレージングが変わってるので、一番上がったところが一番頂点じゃないかな、うん、あ、上がったところっていうか、H の4小節前が一番頂点なんじゃないかなと思います。リリララリ、最後のラリララというのは少し優しい、特に最後ラリラリーという一番優しい感じ。トライアングルの方、急に振って申し訳ないんですけど、何かいいその奏法の注意点ございますか？こういうこうトライアングルしかないんですよ、前半。大丈夫です。例えば叩き方も、今はこれですか、これ、今ちょっと皆さんに見せていただいてもいいですか、うん、シングルっていうんですか、そういうの、なんかこうつ、あのスタンドに吊るしてこう両手叩くって手もあるんですか。両手でやる必要もない、片手でいける感じ。じゃあちょっとトリを皆さんでやっていただくので、あとトライアングルに注目していただきたいんですけど、それと低音の方ね、低音の進行のところなんですけど、G の 1,2,3,4,5,6 小節目、この最後の音符はゲスです。ゲス、で、次に出てきたとき、H の4、5、6小節目のところは、これナチュラルになってますよね。コード変わってるんですけど、こういうところも見逃さないように言っていただけるといいかなと。じゃあ皆さんでお願いします。トリオアフタクトから。全員です。トリオアフタクトです。はい、ワン、ツー。J の1小節前のリタルダント、ここはクレッシェントの書いてあるパートがティンパニーとバスドラムだけなんですね、実は楽器上は。なんですけど、やっぱりこの曲の性格上としては、まあ、リタルダントもそうですけど、まあ、やはりアラルバンド的な要素があってもいいかなとも思うんですけど、それはお好みで。それでさっき作曲者の方は J のところは、まあ、子供の合奏ということだったんですけど、まあ、通常普通はやっぱりこうグランディオス的な要素は強いんじゃないかなというふうに思うので、で、まあ、そのたっぷりした感じとかその感動的な感じにしようと思ったら、やはり主旋律 の, アーティキュレーション長め
の方がいいのではないかなと思うんですけど、ちょっとやってみますか。ちょっとじゃあね、長めにやってみてください。ギリギリギリタギリギリ、お願いします。ワン、ツー、スリとして J の1小節前なんですけど、ここはトランペットとトロンボーンのファーストセカンドと、あとスネアの方が1、ヤッパッパパン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 っていう、ここでちょっとシンゴラッパ風なところが出てきますよね、で、ここは割と強調していただきたいんですけど、そのままの勢いで J に入ってしまうと、この今のメロディーよりもこのこっちのパーンパッパッパッパーンパッパッパッパーンっていうのがどうしても大きくなってしまうんですよね。これ何も書いてないんですけど、まあここは少し軽めに、入ったら少し軽めにするのがいいんじゃないですか。それからトロンボーンじゃなくて UFO、ホルン、テナーサックス、アルトクラウンの方が、まあ、半音階的な二本部のこれもただまっすぐ吹くんじゃなくて、こうやっぱりこう抑揚がついて表情がつくような感じでやられるといい。でその後ね、K になった時にそのさっきの二本歩だった人が動き始めますよね。その前のホルンのティアーラーからラララランラリラランラリラリと動きますよ。これも結構強調していただけるとさらにあのドラマチックになるかなと思います。それから先ほど前半やってたんですけど L の一小節までここちょっとやっていいですか。L の1小節前にフルートのメロディーが最後フルートだけになるんですけど、まあこれはソロとは書いてないですけど、まあ僕だったらソロでソロにするかなっていう感じなんです。それでこの一番最初の正の音は3拍目の裏のところがですね、割とオーケストラがバーンとフォルテッシモで鳴っているので、意外と埋もれやすい、ね、でさっきその話をしたら、いやここはぜひこの生とデスでぶつかってるのでぶつかってほしいっていうことだと、なるほどなと思ったので、あのそこら辺のバランスをうまくちょっと取ってくれる。じゃあね、2回やりますので1回目はすぐ抜いてください。3拍目をサンサッサッサッサンってすぐ抜いちゃいます。で2回目はサンサッサッサッサンって緩く抜いちゃってください。じゃあ3小節、 L の3小節前から L3 小節前、2、3、あまり抜かずに、さっきの、 あの作曲者の感じで、鹿島さん の感じで、おかげさまで、2、3。この辺のバランスの取り方は工夫されてください。OK。
じゃあ L から最後いきましょうか、コーダのところ。L いきます。2、3、4。一番最後の小説なんですけど、その前の小説がトゥーフォルテになっていて、フォルテシモになっていて、一番最後はワンフォルテになっている。ただ小さくなりすぎて別フォルテにならないようにはしていただきたいんですけど、ワンフォルテになっています。ここはちょっと覚えてください。いろいろやろうと思ってたんですけど、あと5分しかない。ちょっとマージの基本の前打ちをちょっとやってもらっていい？あと5分しかないんだけど。A からね、ちょっとバスドラムと低音の方、ちょっとじゃあね、一拍目の S でちょっとずっと刻んでもらいます。いいですか？いきますか？はい、C。これだとどうですかね？パン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 。じゃあ今度。ベーで刻んでみてください。ベー、ワン、ツー、スリー、フォー。これだとなんか歩いてる感じしないですよね。なんかこういう感じしません？パン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 。じゃあ今度交互にしてみてください。 S とベーで先に行かなくても S、ベー、S、ベーだけでいいです。はい、スリー、フォー。ちょっと歩いてる感じがします。そう。なんかバスドラム何か秘伝の技ありませんか？つまり何が言いたいかというと、管楽器にはちゃんと S、B、S、B って音程があるんだけど、バスドラムには S、B って音程がないですよね。ないですよね。でもうまくすればその強拍と弱拍、1、2、3、4、1、2、強、弱、中強、弱っていうそのニュアンスが出せると思うんですけど、何かちょっと作戦ございませんか？叩く角度とかあんまり変えないですか？変えない。あ、スピードを変える。ああ、じゃあ強迫の方がちょっと割とスピードが速い。そうでもない。ちょっと叩いていただいたりすると嬉しいんですけど。ニュアンスついてますよね。楽譜には何も書いてないんですけど、今のこのこっちのポン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 ってニュアンスが出るようにしてる。じゃあ今度は裏拍の人、方入ってください。スネアとトロンボーンから、じゃあ A からいきますね。その伴奏の形の方だと。ワン、ツー、スリー、フォー、バッ、トン、トン、アン、低音の方も一緒。ワン、ツー、バストの方も一緒。すいませんね、無茶振りしてて。はい、どうぞ。弱拍が強いと変よ。バー、バーと。2と4が強いと変。今回。ワン、ツー、どうぞ。今度は、ゾイ。ってなってるから、それも変よ。ちゃんとこう。左、右、左、右、左、右というのをポン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 とやる。もう一回。ワン、ツー、ドー、フイ。で、低音の方ね、前打ちの方、裏拍感じてます。裏拍。パン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 。感じてた。感じてる感がないんだけど。で、よくあるのが、マーチの方によってコンクールが始まって、前奏始まりますよね。で、ここに入った瞬間に、ブンチャ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 とかっていうパターンが多いんです。
はい、もう入った瞬間にこう、ブンザッ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 ときちっと決まるっていうのは、ここもすごい第一関門っていうか、で前奏と第一マーチのテンポがなるべくギクシャクしないように、そのままスーッと行ってくれるといいんですけど、このマーチはそんなにテンポが変わる要素があんまりないんですけど、例年だと結構変わるんですよね。もう入った瞬間に遅くなったり早くなったり、前打ちと裏打ちの関係が崩れてしまったりっていうのがあるので、でとにかくこの基本ですよね。この前打ちと裏打ちっていうこの基本は絶対に押さえていってほしいんですよ。それとそのコンクールの12分間全部大事なんですけど、その中でも特に大事なのは一番最初なんです。多分皆さん今日僕と初めてお会いしますよね。あ、この人どんな人かなと思いますよね。というのと同じなんです。審査員も同じで、皆さんのバンドが出てきて、で最初の音が鳴った時にこのバンドはどんなバンドなのかな、第一印象、うん、で、うまいかどうかわかんないんだけど、うまそう、うまくなさそう、ここでパッと分かれちゃうんです、印象が。で、うまくなさそうっていうふうにそっちのカテゴリーに振り分けられちゃうと、あと聞いてくれないんで、このマーチの一番最初のところはとっても大事なので、ここはね、やっぱり100点出していただきたいんですけど、トスじゃない、じゃあ一回、最後なんでトランペットきついと思いますけど、結構じゃあ通します。